ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルです。ですね、今日はこの商品をご紹介していきたいと思います。今日はですね、バッファローさんから出しています冷やして長持ち冷媒ファン搭載、この商品なんですけども、買った日にちなんですけども、今年の5月の23日に、買って、まだ開けられておりません。一応ですね、外付けのハードディスクで、なんかファンが搭載してるんでしょうかね。まあ、一応3テラのモデルを買いました。ではですね、外観の方を見ていきましょうかね。カミカミですいません。こんな感じでなっております。で、こんな感じでねなっております。で、ここはまあ何もないですね。ではですね、まだ開けていないので、カッターでちょっと切って、テープをね切る感じでね、いきたいと思います。よいしょ。まあ、適当に、よいしょ、こんな感じでね、切りました。まだ開かないかな、ちょっとね、お待ちくださいね。あ、開けますね。はい、よいしょ。はい、開きました。ではですね、ここからね、焼いたい、開けるところから焼いたいです。今ですね、目の前に金魚の照明をちょっと借りて今お送りしております。今ね、机のところはね、ちょっとね、照明ちょっと、はい、中身はこんな感じになっております。まずは USB3.0 対応の USB3.0 の USB ケーブルですね。で、あとはAC アダプターかな、 AC アダプターです。で、それを開けるとですね、本体が出てきます。でも見えてますよね、本体。これを慎重にね、開けないとハードディスクなんで壊れますので、ゆっくりとね。はい、開きました。これは後でちょっとご紹介していきたいと思います。はじめにお読みくださいの、なんかマニュアル、なんかパソコンのセットアップガイドですね。こういう風につなげんだよっていうセットアップのやつと、あとはこれなんだ、あ、東芝製のデジタルハイビジョン液晶テレビ、つなげる場合はなんかこういう風にした方がいいですよっていう手順書ですね。これは使わないと思います。パソコンとつなげたいんで。で、これは何だろう、ドライバー、なんか CD が入っています。で、本体ですね、頑丈の紙の和紙的な感じですね。はい、こんな感じで、で、青いビニールですね。はい、開きました。はい、こんな感じになっております。あ、ここですね、ここにファンがついてるんですね。ファンが搭載してるっていう風にここに書いてあるんですけども、まあ、ファンね、ついてた方結構長持ちするかもしれないですよね。ハードディスクってね、やっぱ熱こもるんでね。まあ、外観こんな感じですね。こんな感じでペリペリがね、かぶってます。で、後ろにシリアルナンバーとかバーコードが書いております。見せちゃうとやばいのかな。まあ、一応伏せます、一応伏せます。はい、まあ、こんな感じになっております。ではですね、ペリペリを剥がすとこがね、焼いたいんですよね。はい、綺麗ですね。反射しちゃうんですけど、こんな感じで。前のそのバッファロー製の外付けのハードディスク持ってたんですけども、
まあ薄いですね。ちょっとね、横幅がちょっと大きいって感じなんですけども、まあ、ファンがついてるからでしょうかね。まあこれでですね、よいしょ、ね、まあ結構長いですね。でこれでですね、なんか特殊なケーブルなのかな。でこれをつなげて、これパソコンに挿すんですけども、でここにね、ここに DC だっけ、 DC インで、これで、コンセントに、挿して、使うということですね。まあこれ買った理由なんですけども、今ですね、僕が、まあ、ご紹介開封動画でしたんです。 IO データさんの、超架空数の、1テラモデルを、白と白ですね、白 と、ブラックをね、ご紹介させていただいたんですけども、なんでもう一つ外付けのハードディスク買ったのと言いますと、これは、使う用途がちょっと異なりまして、僕が使ってるその動画のデータとか、その一時的に告知で使う動画のやつが結構容量でかいんで、これ3テラモデルです。ここにも書いてあるんですけども、3テラモデルです。かなりでかいですよね、3テラ HD-LBV3.0U3/YD。カミカミなんですけど、このモデルなんですけども、値段が19,300円で、購入しました。まあヨドバシカメラの、秋葉で買ったんで、まあ、他の店舗さんで買ったら、ね、値段異なるのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあそれはね、各店舗さんで、ご確認をお願いします。対応 OS なんですけども、WindowsXP、Vista 7、8で、MacOS、X10.5 以降となっています。 Mac でね、まあそのうちちょっと使うのかな、今のところは予定ないんですけども、今日は、バッファローさんから出しています、外付けのハードディスクを、今日はレビューさせていただきました。最近ね、アップした動画心地の時に2個貼らせていただいておりますので、パソコンの方はをクリックお願いします。あとね、パソコンの方は心地の時に流れるんですけども、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いします。今言ったね、アノテーションで僕貼ってるんですけども、パソコン以外で見てるよって方はチャンネル登録のリンクと、あと最近アップした動画とか、僕の Google プラス、Twitter、Facebook、僕のブログ、すべて説明欄の方に貼っておきますので、もしよかったらね、僕のブログもご覧ください。たまに更新しておりますので、そんな頻繁ではないんですけども、たまに、更新しておりますので、よろしくお願いします。あとね、応援よろしくお願いします。ではね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。